大好き。それでよければ。どうしようって1回以内バーの日、バータイムの日かなぐらいの感じで、今日木曜日かなって。いや今日はですね、皆さんね、秋津、ロックの居酒屋にようこそいらっしゃいました。僕はちょっと昼からですね、ちょっと打ち合わせ飲みを近所でしてまして、うっかり来てしまいましたが、すごい盛り上がってるね。最近ね、食べ物の売り切れがね。俺もそのグリーンカレー食べたかった。千葉さんも食べれなかったの。食べなかったこれ、これなんか入ってる。あ、4番、ごめんなさい、今落としちゃいました。すいません。あ、4番、ごまかごま、ちょっと待って、僕が間違えた。あれ違うかな。あ、大変なことなんですよ。じゃあ外でしたね。あ、すごい緩くないこれ。あ、僕の方のあれかな、ギター側。あ、出た出た。じゃあですね、今日はね、せっかくなんで、これもらっていいですか。あ、すいません。関氏さん。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあね、最近覚えた曲をね、やりたいと思うんですけど。最近覚えたっていうか、昨日覚えたんですけど。昨日今、あれですよね。あれ、俺さっきここに入れたんだよね。さっき、あ、昨日入れたんですよ。あれなんですか、ここに挟んでおくと。ありがとうございます。風で飛ぶ。確かに。あ、そう、風で飛ぶんですよ。あ、そうか。風で飛ぶんですね。お前、俺ね、あっちには置いてきちゃったな。あらら。じゃあちょっと、拾ってくるんで。これから、これから関さん、トークで、これから、トークで、ギター持ってますよ。あ、抜けちゃった。これね、ちょっと抜け。この店がミュージックチャージ。ハンバーガーは売り切れですか。全部売り切れ。やった、完売だ。すごいね。全部完売なんだ。梅ジュースとかドリンクは OK ってことね。梅ジュースもあと1杯か2杯。ラスト。あ、やばかった。あ、ジュースだから。梅カクテル。梅カクテル。なんだ今のは。サウンドチェック。関、お疲れ様でした。ありがとうございました。次回は、9月の第2水曜日にまたやるので、皆さんぜひぜひ。それからですね、はい、明日木曜ライブなんですけど、伊藤奈々さん出ますんで、ギター弾いて歌うと思うんです。奈々さんが出ます。奈々さんがギターを弾いて歌いますね。ギターを弾いて歌うってことですか。そうですよね、で、僕も明日出るんですけどね。僕はギター弾かずに黒田さんの伴奏で歌う。そうなんですか。逆方と逆。でも、それは、あ、そうか、そういうバージョンなんですね。で、明日そのまんま、その足で寝ずに始発で品川朝4時ぐらいの、うわ、すごい、鳥取に青春18切符で帰るんですよ。青春18切符来た。で、帰りにライブをやって帰ってくるんですよね、途中で。そうそう、帰りはですね、8月16日横浜で途中下車してライブやって帰る。すごい。そうなんです。怖っ。えらい、帰りそう。素晴らしい。
15時間半かかるんですね。片道ですか。でもあれですよね、しばらくできなかったんですよね、そのコロナ禍になってから。コロナの時はね。だから3年ぶりぐらいですか。あ、でもお正月に1回か。お正月に1回、その青春18で。うん、ああ、そっか。そうなんですよね。あれですね、であとはあの台風の状況だけがちょっと気がかりですよね。あまりでもなんか止まらないって言ってましたよね、その若子さんが使う電車は。各駅停車はね、意外と台風が強くてダイヤがね乱れないんですよね。新幹線とかね、早いやつが止まるんですけどね、意外とあの大丈夫。あと武蔵野線ね。武蔵野線も大丈夫。なんかつどつど止まるんで、うん、なんだろう、そんなに風が強くて止まる武蔵野線で、そういうのがあるんですよね。そうそうそう。僕ちなみにね、飛行機の会社で働いてるんで、ね、上司からお前飛行機乗れよって。飛行機は乗らないんですよ。あ、そうなんだ。青春ジャッジキップの期間じゃない時に、あの飛行機で使ってますけどね。ちょっと飛ぶって。あ、そうなんですね。そうか。そうか。そうか。エリートじゃん。いやいや、そう、そのあれですよ。末端のあれですからね。あの別に飛行機もやれでもないんで。直接空港で働いてるわけじゃなくて、関連会社の、ね。見つかったよかったよかった。いやいや、見つかんなかった。あ、見つかんなかった。見つかんなかったっけ。見つからなかった。っていうかね、途中から何探してんのか分からなかった。大丈夫さん。さすが。いや、オリジナルさすがだよ。そんなに飲んだの。素晴らしい。飲んじゃったんで今日。今日飲んだ。何探してんの。何探してんだっけ。いや、青井さん。おじさんが何年か前の自分を見てるみたいな。そうだ、土曜ライブ。まあいいや、じゃあ、あの、はい、違うやつやるわ、はい、はい、シールドしっかりしたやつ。シールドしっかりしたやつ、ね、OK。 安い、安い。じゃあ、柴さん、よろしくお願いします。はい、イエーイ。なるね、大好き。ごめんなさい。普段ね、あの第一金曜日に昭和歌謡ナイツやってますので、昭和歌謡行きたいと思います。皆さんで一気に行きたいと思います。よろしく。
ますか。大満大満足。じゃあラストね。あー、ジュリー、ジュリーがいいですか。ジュリーがいいですか。ヒデキでもいいよ。ヒデキ。おい、乗った。聞いていたわ。すごい。やるとは聞いて。